お笑いタレントの与座義明、43、が新型コロナウイルスに感染していること13日、所属のマセキ芸能社から発表された。与座は同日夜、ツイッターを更新。僕は症状が軽い方らしいんですが、それでもめちゃくちゃしんどいです。と症状を伝え、皆さん本当お気をつけください。と注意を呼びかけた。与座は5日頃に発熱、8日に PCR 検査を受診し、11日に新型コロナウイルスに感染しているとの診断を受けたという。なお、発熱前後、仕事はしていなかったとしている。発熱、咳、倦怠感などの症状はあるものの、幸い症状も軽く医師の指導で自宅で療養中、公式ウェブサイトより、という。与座は、爆笑オンエアバトル、などで活躍したお笑いコンビ、ホームチーム、の元メンバー。2010年に解散してからはピンで活動していた。なお、マセキ芸能社には、ウッチャンナンチャン、ナイツ、バカリズム、出川哲朗、三四郎ら、多くのタレントが所属している。